今日は大橋さんのテイクアウトの唐揚げと餃子が美味しいと聞いたので食べに来ました。じゃあ早速行ってみたいと思います。これが唐揚げです。はい、でこれうちのね、これ大きい餃子です。美味しいよ、食べてね。じゃん、これが大橋さんの唐揚げと餃子です。いただきます。いただきます。じゃあ早速食べてみたいと思います。じゃあ私は唐揚げを食べます。いただきます。お肉が柔らかくてとても食べやすくて美味しいです。僕は餃子を食べます。中のお肉が柔らかくて美味しいです。じゃあ私は唐揚げを食べます。外がサクッとしてて美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。